鉄製有害者の一例。秩父鉄道的117鉄製有害者とは、有害貨車の一種であり、車体が鉄製の有害者である。日本国有鉄道における車両記号は、で。有害者は、車体が鉄製であるが、内張りに断熱目的で木材が使われている。また、鉄側有害者は、車体側面は鉄製であるが、屋根は、 鉄製ではない。これらに対し、鉄製有害者は、側面内部も屋根も鉄製である。もともとは、油の缶を積むための油輸送車として使われ、始めたのが最初であった。初期は、通常有害者と逆に、木造有害者の内壁を、鉄板張りとしたものも存在し、これは、鉄張り有害者と称した。その後、湯の輸送が、タンク車に移行する一方、 大正期になると、生石灰の生産が盛んになって、全構成かつ水密を重視した鉄製有害者が作られるようになった。これは、生石灰が水分を含むと高熱を出し、内張りに木材が接していると発火の危険性があるからで、雨に濡れないように有害構造とし、さらに車体全体を鉄製とすることで、可燃物を排止、一万1発熱した、 際の被害を抑えるるることができるようになっている日本では、現在上新電鉄に一両が、車席を有するのみだが、営業用としては使われておらず、イベント等で使用されている。その他上新線沿線には、車席を有しない車両が上新線高崎駅の、車両基地に一両、上州福島駅に二両、下仁田駅に三両が留置されている。なお、 上州福島駅に留置されている2両に、車番の表記はない。テム 300K、テム1066。ありがとうございます。